今回は、KDDI を決算から解説していく。NTT、ソフトバンクに次ぐ日本3位の通信会社だ。au, by KDDI ってやつよね。携帯の au の運営会社か。その通り。広告を見かけたり、全国各地でショップを見ることができるな。そしてこの KDDI だが、1984年に京セラの稲森社長が設立した第二電電という会社が元になっている。電電公社が民営化して NTT になった時に、一般企業を代表して通信事業を始めたらしいわ。それで第二電電って名前なのか。京セラ以外にも三菱商事やソニー、セコムといった大企業たちが出資して立ち上がった会社なんだな。KDDI、この会社たちが設立したと。でこの第二電電に、NTT 系列で通信インフラを持っていた KDD、携帯電話をやっていた日本移動通信が合併してできたのが KDDI だ。この日本移動通信が今の au になってくるわけか。そして当時の面影は今の大株主にも残っている。2位株主が京セラなのか。この持ち株だけで京セラめっちゃ儲けたでしょうね。そして第3株主がトヨタだ。こっちは第2電電以外の2社の関係だな。さて、では KDDI の今の事業に話を移そう。決算の事業は2つに分かれている。まずはパーソナルセグメントか。個人向けって意味だし、au がここに入ってくるわけね。その通り。格安スマホの UQ モバイルとポボもこの事業に入ってくる。菅首相が携帯電話の料金を下げてから、めっちゃ浸透したわよね格安スマホ。前に携帯キャリアの比較をしたが、あの出来事は大きかったな。あとは個人向けの通信事業だから、5G の基地局とかの整備もこの事業か。au Pay や au 自分銀行の金融サービスもここだ。au Pay は登録者数3000万人を超える超巨大サービスだぜ。その右の au 電気も見覚えがあるわ。携帯の支払いと一緒にすればいいから、いろんな事業に進出できるわね。そう。財布を握ってるインフラ企業の強みを存分に活かしているな。そして KDDI、海外事業にも力を入れているらしいわ。うむ。メインはモンゴルとミャンマーのようだ。モンゴルでは子会社のモビコム社が携帯通信事業で1位らしい。へぇ、そんなところでシェア握ってるのか。今後も海外展開は続けていくらしいし、どの国に行くか楽しみだわ。そしてもう一つがビジネスセグメントだ。企業向けに通信サービスとかを展開している。他にも通信インフラを活かして、IoT でお金稼いだりしてるらしいわ。他にもデータセンターを建てたりしている。世界10カ国以上で展開しているんだぜ。2023年にカナダにデータセンターの子会社を建てたみたい。でこれがセグメントの売り上げの割合だ。パーソナルが8割、ビジネスが2割くらいだろうか。KDDI の契約回線数は6000万あるらしいわ。そうなるとビジネスの売り上げ結構あるわね。ビジネスセグメントだけで1兆円売り上げてるからな。ここだけ切り取っても超大企業なわけだ。業績も順調に伸びてる感じか。10年で 1.5 倍くらいになってるわ。この規模で業績伸ばしてくんだからすごいな。では、そんな KDDI の決算を見ていこう。では BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そしてこれが KDDI の BS だ。総資産12兆円で自己資本比率が 43% となっている。資産の量ものすごいわね。そして自己資本比率はちょっと高めくらいかしら。au ってボロ儲けしてるイメージだったから自己資本比率を持ったより少ない印象だわ。まあその辺は BS の中身を見てみよう。まずは現金とかすぐ現金化できる誘導資産の部分だ。営業再建は順調に伸びてるみたいだけど、金融事業の貸し出し金ってところも伸びてるわね。うむ。au 自分銀行の口座数も順調に伸びてるし、au Pay カードの登録者数は2022年末に800万人を突破したようだ。800万人というと、日本人の 7% に当たるわね。au Pay もいろんなお店で見かけるし。そう。ちなみに固定資産の貸し出し金も含めるとこの1年で1兆円増えてるな。え？ au の銀行ってそんなことになってんの？ちなみに人口の一番少ない鳥取県の鳥取銀行の貸付金が9000億とかだから、その規模がわかるだろうか。金融事業、1年で地銀1個分貸付してるのか。決済も au のスマホでやるから、新しくカードの営業しなくていいし、審査の手間もないのもでかいわね。そう。
だからその分クレジットカードより手数料も安いし、バーコードを置いとくだけで導入できるから、初期費用もかからない。最近の KDDI の成長の原動力はここにあったのね。さて、BS に話を戻そう。UK 固定資産は微増だな。減価償却考えると色々増やしてそうだが。UK 固定資産というと、建物とか通信のケーブルとかそうなるわよね。データセンター建てまくってるとか？いや、そういうわけでもないようだ。今出てるのがここ3年の UK 固定資産の中身だな。ふむふむ。増やしてるのは通信設備みたいね。多分 5G の関係の設備だな。KDDI の設備投資はこの辺ということだ。建物も土地も建設中の建設仮勘定も増えてないわけだし、データセンター関係はお仕事急増ってわけでもないのかしらね。さて、今度は負債の部分だ。自己資本比率がちょっと高いくらいという話があったが、借金は1兆円とそこまで多くない。じゃあ負債のメインは金融事業の預金だったのか。そのうち預けた人に返さなきゃだから、負債になるのよね。そう。貸付金が1兆円増えてたのに対し、預金の増え方が5000億だ。今年は貸しまくったようだな。預金で自己資本比率が減ってるわけだし、実際の KDDI は数字以上に安定してそうね。その通り。純資産を見ても利益がどんどん溜まっていく様子がわかる。毎年4000億くらいだろうか。そして利益が溜まると同時に自社株買いをしてるのか。年2000億も買ってるじゃない。そう。この期間の KDDI の株価はうなぎ登りだ。株を買うときには、自社株買いをたくさんやってるところを買うのも一つだな。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そしてこれが KDDI の PL だ。売上が 5.6 兆円に対して営業利益が1兆円以上出ている。利益率 20% 近く出てるじゃない。それでこの売上あるんだからやばいわね。うむ。ちなみにこの年 KDDI は通信障害を起こして3589万人のユーザーに200円ずつ、つまり70億支払っている。結構長く払ってるように見えるけど、KDDI の利益1兆円だしゴミみたいな額なわけだ。当然個人以外にも保証はあったろうが、日本の通信に大障害を起こしても余裕の額稼いでるんだな。まあインフラ企業なわけだし、稼いでもらった方が安心って考え方もあるわね。では PL の中身に移るが、最初に見た通り順調に成長している。ふむふむ。売上の内訳はどうなってるのかしら？金融事業が順調なのはさっき見たわけだけど。OK。じゃあそのあたり見ていこう。これがパーソナル事業の売上の中身になる。ねえマリサ、一ついいかしら？お？どうしたんだ？モバイル事業めっちゃ売上減ってるんですが、携帯って今そんなやばいの？売上1000億くらい飛んでるんだけど。これは2021年に菅首相が実行した携帯料金引き下げの影響だな。動画の最初に少し話があったやつか。ドコモ、ソフトバンク、au は月8000円くらいのプランが主流だったからな。これが首相から怒られたわけだ。値段下がった今ですら利益率 20% あるわけだし、インフラで稼ぎすぎるなと。インフラ企業は稼いでた方がいいという話もあったが、国民が月何千円得した方が良いという判断だな。そしてこれを受けて au は新しいオンラインブランドポボを展開。UQ モバイルと合わせて格安プランを充実させた。ポボは決算時点で150万人契約しているらしいわ。サービスから2年だしすごいわね。決算説明によると、au から UQ にユーザーが流れ続けているらしい。これが原因でモバイル事業の売上が落ちている。まあ当然の流れよねこれ。今は au の比率を高めようとマーケティングを頑張ってるようだな。それほど au のブランドは稼げると。そう。UQ を見るに実際は月3000円で黒字が出る事業だ。それを店舗出したりマーケティングしたりで高く売ってるんだな。まあブランド商売の基本よね。そしてモバイル事業が不調なのをカバーするために、他の事業を強化しているのがここ数年の KDDI というわけだ。銀行とか絶好調だったし、電気の事業も拡大できたのか。いや、au電気の事情は違いそうだ。話を戻して PL の費用の部分だ。減価率が6割くらいだな。これが今の減価と販管費の内訳みたいだけど、やっぱりスマホ関連が多いわね。うむ。端末と通信設備関係で費用が4割かかっている。スマホ関連以外だと目を引くのが電力か。
ここ6000億あるし、売上の 10% くらいあるかしら？そう。電気代はこの3年間で 1.5 倍に値上がりした。2000億くらい電気代で業績伸びていた計算だ。ちょうど2022年から2023年までの伸びが2000億だったわね。そう。KDDI としては電気料金の上昇で売上が上がった形だな。そして CS だが、動きがほとんど金融事業になってしまうので、今回は飛ばします。銀行はお金貸したり預金されたりするから現金の動きが激しいのか。というわけで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。